サーディカー、サーディカー。今日はですね、特別ゲストをお招きしております。誰ですか？杉森さんでございます。もうタイで杉森さんは1986年ぐらいから、あ、そのようですね、移住をされて、だからもう40年近く経つということで、そういうですね、タイ在住歴が長いですね、杉森さんを特別ゲストに迎えまして、コロナ明け新しいお店をオープンした、今そこの新しいお店でね、撮影をしているわけですけども、まあ、この新しいお店をね、ホルモン屋台をオープンするにあたっての経緯であるとか、その辺のね、ビジネス的なお話であるとか、まあ、タイの移住のお話であるとかを、お話を聞いていきたいなと思いますので、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、お聞きしたいのが、タイの移住の経緯と、それから、まあ、初期の、まあ、移住に関する初期の苦労みたいなのが、もしありましたら。私が、ね、皆さん、その1986年っていうと、生まれてない方もいらっしゃったりとか、かなり一昔、川島はだいぶ生まれてます。もう、そうですか。川島二十歳ぐらいだった。そうです。その頃に来まして、まあ、日本で旅行会社に勤めた時に、もうすでに、タイの奥様いらっしゃと結婚してまして、子供が一人生まれ、日本で育て、すると遊園地とかでね、どうしてもやっぱり肌の色が違うんで、なんかこう奥様方、日本のなんかこう避けられてたりとか、ちょっとそういうことがあったんですね。で、まあそのうち慣れるだろうなと。だやっぱり私以上に、タイ人妻が、なんかそういうことに対して敏感で、で2人目が生まれた時にやっぱりタイに帰って子供を産むわということで、長男を連れて、2人目が生まれました。ただやっぱりお父さん、日本は厳しいな、いろいろ、まあ、規制みたいと、いろいろ、まあ、なんていうか規律とか、まあ、そういう遊園地での出来事とか、どうしても日本人はその時やっぱりイケイケどんどんっていうか、バブル絶頂期でもあり、ちょっと東南アジアの人とか、まあ、見下す傾向に一部の方がね、あったんで、そしたら俺も、もう、ね、満員電車乗って、サラリーマンやってるのも疲れたな。でちょうど30になる頃って、もう30だからどうしようかみたいな考える方も結構いらっしゃるんですよ。で人生1回で死んだら終わりだから行っちゃおうかなみたいな、チャレンジしたいと。それで、まあ、チャレンジですね。それで、移住するにあたって、仕事がなんてまずいんで、まあ、日本でいた旅行会社を辞めて、でタイに本社のある旅行会社に転職して、日本で、それで、まあ、こっちに送られてきた。最初はですね、でもかなりある意味その時は着実な感じですよね。そうですね、やっぱり子供を抱えてたもんですから、危機感もありましたし、やっぱり子供だけはね、ちゃんと学校を出さ、ね、行ってもらいたいとか、そういうことで、まあ、石橋を叩いて、タイに渡ったはずなんですよ。渡ったはず。それからいろいろまた、じゃあタイに移住してからご苦労も。そうですね、やっぱり、こちらでバスとかホテルとか、ガイドさんを手配するような、まあ、インバウンドっていうんですけど、そういった旅行会社の本社の方に、新橋の方から就職して送られてきたんですけど、やっぱ言葉がね、全く分かんないんですよ。その時英語も、英語も通じないんです、タイ語もやっぱり本見て言うんだけど、イントネーションが全然通じない、で、まあ、その時 BTS とか高架鉄道もなかったんで、やっぱタクシー、もしくはトゥクトゥク、ボラれるんですよ、これが。メーターもないもんで、で OK OK って言うんですよ。あそこ行ってくれ、ここ行ってくれ、全然違うところです。大回りしてね。大回りして、そういう苦労はありました。そうすると、じゃあお仕事上で何かご苦労ありましたか？仕事上ではそんなに苦労がなかったんですが、希望を胸に抱いて、バンコクで働いたんですけど、結局、まあ、なんていうかな、中間鮮魚みたいな、全盛時代でしたね。お客さんこう寄り集めて、で
まあ、沖屋っていうとこが、まあ、今あるのかどうか分かりませんけど、そこに行って、まあ、ツアーは本当赤字で受けて、沖屋の、まあ、その上がりでそれを埋めるみたいな、それがちょっと嫌になっちゃったんですね、はい、でそのこちらで現地採用みたいなのを転々とされたんですか。そうですね、いろんな商売をされた、まあさっき言ったような、はい、最初に来た手配会社、はい、ちょうど子供が水ぼうそうになっちゃって、はい、笑って見てたら自分が映っちゃって、大人のね水ぼうそうと端かは大変です。そうですね、で結局10日間40度の熱が出て、でも免疫力も下がり記録も下がって、うん、ちょっとやめさせていただきました、はい、それでプー太郎になっちゃいました、はいはい、でプー太郎になってその後どんな感じになって、でもうしょうがないんで、もうや毎日ソムタムとか食べて、はい、でどうしようかなって、これまたあれですね、あの捨てる神あれば拾う神ありで、はいはい、そこの勤めてたとこの日本人ガイドさんから、あの某ホテルでマネージャーが辞めたと、日本人の、はいはい、行ってみたらどうですかと、もしかしたら雇ってくれるかもしれない、でもあれですよ、サンダル履きですぐに行きました、はい、いかがでしたか。たらいいよ、撮影時で明日からやってくれるそんなのってタイのよくあるあるですよ、ええ、でやはり何回かそれでも転職されたりしたんですか。 そうですね、それで、まあ、そのホテルに入って非常に楽だったんですけど、はい、まあ、また某大手航空会社から今度、はい、声がかかって、はいはい、で日本ではまあその時代ですか、はい、1990年前後ですから、はい、あの人気大卒の人気三大企業の一つ で、はい、で給料聞いたら私がいるホテルより安いんですよ。なるほど。どうしてですかって言ったら、いやまだあの海外に出始めたんで、うん、海外のスタッフが日本人でも、現地採用です。それで一回断りました。はい、はい、断ったんだけども、また半年ぐらい経って、あ、半年ぐらい経って、やっぱりいないと、はい、人材が、うん、若くて、それは旅行業界航空業界知ってるという、うん、それで何歳くらい、年ですか、はい、その時年がね34ぐらいでしたね、はいはい、ちょうどまあ油が乗ったところ で、ね、はい、で、そこへお勤めになって、それでそこに勤めて何年ぐらいお勤めそこで、やっぱり3年ちょっとなんですけど、3年ちょっとなんですね、ええ、はい、まあ、やっぱホテルから航空会社行ったんですけど、はい、で航空会社も週3便しか飛んでなくて、はい、結構営業大変で、はい、単純な、うん、まあ、業務だったんで、うん、ああホテルに戻った方がいいかなと、うん、ということで、うん、たまたまその航空会社系列のホテルがバンコクにね、はい、出るっていうんで、ぜひそこに行かせていただけないかと、はい、まあじゃあもうほぼほぼ決まってたって、ね、決まってたんだ、はい、内々で、内々で、はい、ところがところが契約違反になったらしく撤退しちゃったんです。看板までこう立ったんですよ。おお、それです。私は宙ぶらりになって、まあ、基本的に辞めたって宣言してしまったもんですから、はい、辞めるという、はい、そのまままたプー太郎に戻りました。ああ、なるほど、うん、プー太郎だいぶ何回かもありますね。もうプー太郎だけで、うん、タイにいる間に3年以上してますね。でその後はどうですか。その後またこれ、うん、声がかかって、やっぱ人徳ですね。まあたまたま若くて、はい、あの営業向きな調子いいやつがいなかったんでしょう、はい、うん、で今度は、ね、タイのねブロイラーファームっていう、うん、で、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけど、うん、CP とか、はい、鳥を、はい、育てて肉にしたり、はい、まあ、卵もあるんですけど、ね、はい、でそれが結構日本に行ってるっていう話で、はい、びっくりしてね、はい、タイから日本に行ってんだと、うん、そのぐらいは分かってたんですけど、うん、まさかそこの一企業から声がかかって、うん、日本の商社対応をやってくれないかと、はい、すごい、うん、そういう話が来て、はい、また行ったんですよ、はい、で明日からまたすぐ、はい、やるあるんで、はあ、素晴らしいですね、うん、でそこは何年ぐらいお住んで、また3年ぐらい3年が好きなんですか。だから3年というのは自分の中でのね、もう夏と飽きちゃう、飽きちゃうよ、うん、でもね、なんとなく川島も分かります、はい、僕も大体3年とは言いませんけど、5年ぐらいにちょっと飽きる傾向があって、大体普通の人は5年なんですけど私はもっと杉さんは3年で、なんか江戸っ子なんで
まあそういうことあるね。でまあそこにお勤めな3年経ってまた次のところに、そうですね、次のところはまたプータローになっちゃってるんですね。ですよね、はい、どうしようどうしようってことで、うん、それでねその時が一番苦しくて、はい、もうねおいくつぐらいですか、もうね30後半ぐらい、後半ぐらいなんですよ、はい。そしたら油がだんだんそぎ落ちてきたって感じ。そうです。でもうねもうこのまま死んじゃおうかなとかね、そこまで追い詰められて、あ、そうですか、でも勇気がないんで、はい、そういうことはできなかったんですよ、うん。それじゃまたね、うん、鳥屋さんにいた時代に、はい、たまたまタイに出てきた日本の粉屋、小麦粉屋さん、うん、でそこにねもう一か八かで、はい、一部上場企業なんですけど、はい、東京まで行って、はい、それですいません入れてもらえませんかって、剣もほろろに断られました、はい、あ、ズバッと、まあ、柔らかく、うん、はい、それからまた半年、じゃあ その半年は無職ってこと、だから半年、それから半年、ごめんなさい1年ですね。あ、1年ほぼでもうもうそもたんも食べられなくなって、もち米だけ食ってるような状態はで、はい、結構でももち米だけでもね、うん、人間生きるんですね。あ、すごいですね、生命力がそれでまあ1年経ったと、そういう時にそう、その製粉会社のね、うん、はい、僕がインタビューしてくれた人、はい、今出張できてるんだけど、はい、どうしてんのっていうか、いやープーで、はい、そろそろ死のうかと思ってます。いやそんなこと言わないで、うん、居酒屋さんでご馳走するから、うん、食べにおいで、はい、こっちはもうね、うん、やったと思って、いや、まあ、もち米だけじゃないぞと、今回そう、もうもち米だけじゃなくて寿司の米もあるよ、寿司酢もあるよとかですね、はい、そこでいいお話をいただいた。それでもうのこのこ行って、うんうん、でもうお寿司食べていいですかとか、はい、高いものばっかり食べてじゃありがとうございましたって言ったら、ちょっと待って、うんうん、何かなって、おだちんかなんかかりじゃないのそしたら、うちで働くかい、いやだって断られました、うん、いや、そうです、特別に、はい、現地だってやったことない会社らしいんですよ、はい、特別に私の一声で、はい、もしよかったら車も運転手も一緒じゃないと同じような、うん、条件で、はい、給料も結構良くて、世の中に持ってる人っていうのがあるんですね。それで、はあ、もうその晩はあれですね、よく寝れましたねなるほど、うん、そうですか。じゃあそこは結構長くて、そこも結局そこの、まあ、実質、まあ、営業のトップでやらせていただいて、はい、でなんだかんだして40ぐらいで入って、はい、日本に結局そういう製造業ですから、はい、食品でも、はい、パンも作れますか、うどんが作れますか、うん、ね、天ぷら揚げられますか、うん、全部そういうのは全く素人ですから、はい、もう日本の研修所に送られて、はい、しっかりと勉強させていただいて、はい、それで知ったかぶって、はい、営業して、営業して、まあ、いろいろ業績も伸びましたし、はい、それで気づいたらもう6年過ぎてたんですね。そしたらもう支店長が変わる、うん、私より若いのが来る、はい、でそのあれで、うん、私ももうお役御免だと思いますと、うん、引き際を自分で決めた、引き際を決めて、で向こうも多分辞めてもらいたかったと思ってたそろそろみたいな、でそろそろよく言ってくれたみたいなまあそれでその会社をお辞めになって、そうです、まあ、またプータローになっちゃう、それで辞めたので多少その、はい、なんていうかな、サラリーも結構もらってたし、貯蓄もできたんで、はい、まあ、それで自分で居酒屋やってみようかなみたいな、飲食ですから、はい、その時からじゃ居酒屋さんの、そうですね、流れに行くわけですね、ここからは、居酒屋がさんをスタートする流れになると思うんですけども、飲食店のですね、まあ、その後経緯とそれから、どんな挑戦をね、このタイで飲食店やってきたのかっていうのをお話をちょっと聞いていただければと思います、はい、でまあ会社を退職して、まあ、その時にストックしたお金で居酒屋をスタートするようになる、はいはい、ということですけども、まずどちらにオープンされたんですか。最初はやっぱり日本人が住んでる結構コンドミニアムとかにですね、大住みになってる、はい、プロンポンというところが、はい、やっぱりいろいろ調べたら、はい、
昔はあのシーロムとかタニアあたりがすごい盛んだったんですけど、どんどん日本人の移住区がこの日本人学校が近いんで、昔はねシーロムのあっちの方が中心だったんですよね。でこっちに移ってきて家族連れが増えたもんですから、はいはい、そしたらやっぱりそこら辺でないかなって、まあ、結構ねあのお店探すのも半年以上かかりました。ああそうですか、はい、そうですか、はい。で、場所はどちら？場所はスクンビットの33っていうに初めてじゃあそこに高井さんをオープンした。お名前がその時のお名前が田舎っぺっていう、はい、それはどうしてその田舎っぺに？私は江戸っ子なんで、はい、田舎の憧れがあって、はい、田舎のなんかその温かさとか、うん、癒されとか、うん、そういうのを提供できないかなっていうですね、そういう思いで、そういう思いでその名前にしたと。そうです、はい。でそこの業績はどんな感じだったの？これがですね、まだまだバンコク市内で、はいはい、まあ、日本料理店と名の付くところが、まあ、500店舗ぐらいしかなかったんですよ。 今の3分の1ぐらい。今はねもう5000店舗ぐらい。え、そんななってるんですか？そうです。はあ、すごいですね。それやっぱり高かったですね、他の居酒屋も結構、はい、それで、まあ、他の料理店からも言われたんですけど、はい、価格破壊をやってしてやろうと。実は原料こんなでも、はい、タイは結構あの日本のなんていうかな台所って言われて、はい、いろんなあの食品加工工場があって日本に輸出してるのが分かって、はい、食品業界ですから、はい、でそれをみんな高く、うん、結構利幅取って、はい、5掛けとか6掛けとか、うん、で分かったんで、はい、僕はもう2掛けぐらいで、はい、それでやってやろうと。あ、まあ、変な話一品料理だいたい50バーツぐらいないわけですよ、そんな居酒屋が、はい、これでバカーンってもうなんていうかな、手が回らない、もう全然回らないぐらい。猫の手も、ね、猫ももう本当に犬も猫も、はい、来てくれと、え、もうネズミも借りたいぐらい。それぐらい忙しかった。それぐらい忙しくて、じゃあもうまあその時自分の中ではもう成功したなっていう実感があったんですか？それがあのまあ、そのちょうどオープンした時に、はいはい、タイの、某あの食材の問屋さんの手伝ってことになったもんですから、はい、どうしてもそっちの方に自分は集中してたもんですから、はい、夜ちょっと来るだけで、はい、もう入れなかったりするんですよ自分が。だからそこまでね儲かってるっていう実感はなかったですね。そうなんですね、はい、でその後、沿いの33で何年ぐらいですか？その33でも10、そうですね、4年ぐらいやったと思うんですけど。じゃあこう景気も良かったっていうか、まあ業績も良かったでしょうから。業績も良くて2店舗目そうですってことになるわけです。たまたま闇両替をやってた、うん、某宝石屋さんが、うん、はい、スクンビットの33のスラッシュの1、はい、まあ、富士スーパー1号店でした。あ、そうですね、あって、はい、でその時代1バーツが、あ、1万円が4000バーツ近くて、あ、じゃあその時ね、はい、だいたい2006年7年ぐらいですね。あ、そうですね。それで、まあ、日本円もう少しあったんで、はい、取り替えたりしてたら、うん、その親父がうちの1階空いてるし、うん、闇業界は3階でやってるから1、2階貸してあげるよって。あ、こっちも調子ぶっこいちゃって、はい、じゃあ借りますって言っちゃったんですよ、うん、でそこが田舎っぺ2なの？田舎っぺ2なんです。2なんですね、はい。じゃあもう1と2でもう、そう、お忙しくて、まあもう2も忙しく、業績もよく、一番だからなんだろう、私が、はい、まあ、あの、まあ、喜びの時代っていうか、ね、喜び組じゃないんですけど、うん、そういう時代ですね。時代だったと、はい。それで今度そうするとまた3店舗目行っちゃおうかなみたいな、まあ、そんなことも考えてた矢先に、矢先に、はい、その2号店の宝石屋の親父が、はい、1年経ってうちがえらい儲かってるんで、もう 見て分かるってことですね。お客さんが色気を出してきて、風水で水商売は良くないと、はい、そんな言い訳をして、はい、あの出て行ってもらいたいんだけど、はい、なんとか、はい、家賃3倍でいいから3倍上げ、はあ、値上げできる、それでも良ければいてください。やっぱりそういうタイはそういう店舗っていうのはそういうのあるんですね。で初めてそこでね挫折を味わいましたね。そこでじゃあかなりの
そうですね、だから赤字というかオープンして全部内装を作って、はい、でなんだらかんだらしてやっぱり150万バーツぐらいの1年しかやってませんから赤字で損失、はい、で田舎っぺの儲けは全部そこで消えたってことで、そこを閉めることになる、もう閉めなきゃいけないんで、はい、そこに今いろいろやっぱお皿だとか準備したもんね、もう準備したの、はい、あの厨房の機械だとか、はい、いろんなことを、まあ、どうしようで血眼になって探してたら、はい、ちょうど近くの、はい、スクンビットの24のスラッシュの1、はい、あの有名な、有名な有名な有名な、はい、某、うん、あの夜な夜な、はい、男性が歩き回るという場所ですよね、はい、ただその、 路地には入んない大通り沿いだったんですよ、はい、で宣伝にもなるし、うん、なかなか大通り沿いの店って探せないんですよね、うん、大通り沿いって今の場所で言うと今の場所で言うと実はあの、はい、某、うん、某某某 A 商店さん、ああなるほど、はい、そこの場所ですね、A じゃねえ、うん、E だE 商店、はい、それで分かりましたね、はい、あ言っちゃった、はいはい、そこの、うん、まあ、半分ですね、はい、私はワンユンで言っただけですので、であのマッサージがたまたま潰れてまして、それで電話したら最初はいやもう他に決まってるとか言われて、うん、でちょっと1回だけでいいか会ってくださいって言ったら、たまたま私が鳥屋にいた時のグループに、はい、そこのオーナーの息子がいたらしいんですよ、で話があっちゃって あんたに貸すよって、それが運がありますね、やっぱり、ね、これは運だったですね、運ですよね、はい、このタイトルやっぱりそれ運が大事ですね、はい、それでそこをもうまた、まあ、なんていうかもう経験がありますから田舎っぽいの、はいはい、どうやったら安く内装を作ってみたいな、はい、はい、それでそこで、うん、名前は何ていうの、それでね、田舎っぺ2にしようと思ったんですけど、はい、いろんな人から、はい、もう田舎っぺ33で流行ってるから、はい、もうちょっと違う形態でね、はい、日本料理でもいいから、はい、やってみたらみたいなアドバイスをいただきまして、はい、じゃあ、まあ、寿司居酒屋にしようと、はい、寿司がメインで、で昼は299バーツ、うん、税別、はい、でもう寿司食べ放題、あまた価格高い、結構流行りましたね、近くに本当に2軒隣新潟さんっていうですね、あ、はい、もう、はい、もうお化けの、うん、美味しい洋食屋さんだったんで、ね、はい、まあ、多分そこが流行ってるし、はい、うちも我慢してればお客さん来るだろうっていう、はい、そういうことを考えて、はい、やっぱりその通りになってました、はい、我慢も必要なんですね、やっぱり、はい、オープンしてから3ヶ月、最低3ヶ月はお客さん着くまでは我慢ですね、はいはい、じゃあそこも業績もよく、よくてテレビにも乗っかっちゃったりとか、ちょうどその時にタイであのバンコクまで洪水が来るぞなんていう騒ぎがあったんですけど、はい、はい、ありましたね、でうちたまたま入り口のとこ大通りですし、はい、ブロックこう立ててやってたら、はい、まあまあ知り合い あのディレクターさんが、はい、ちょっとあんたの店移してもいいかいって、はい、日本もそういう洪水対策やってる店を取材してたんですよ、はい、まあ、それでテレビ乗っかっちゃって、はい、調子ぶっこいちゃって私も出ちゃって、はいはい、それでまあ業績もよく良くて、はい、マグロの解体ショーもこのまま行っちゃうだろうと、このまま行っちゃってもう私もね、うん、もうあの海外にでも会長職かなんかに、ね、なって、そう、もう遊びこい、うん、こいちゃうかなとか思ってました、うん、でその後謝罪を始めてね、はい、まだね、5年以内ですね、ちょっと記憶定かじゃないんですけど、はいはい、田舎っぺが、はい、今度立ち退きだっていう話だった、うんうんうん、あの1号店、旗艦店がですね、はでそれは本店ですよね、いわゆる本店が、ね、で本店の3階にライブハウスも調子ぶっこいて作っちゃって、はい、でもうみんな盛況でやってたんですけど、はい、上ここどうしようで、どっか探さなきゃいけないって言って探してたら、はい、例の危ない沿いに、はい、まあ、21のと、またまた、スラッシュ1ですね、スラッシュ、それこそもののもうほとんどサザエに近いんですよ、はい、でそこにあった日本人系のラーメン屋がね、はい、まあ、うまくいかなくて、はい、夜逃げしちゃったは、は、はい、で見に行ったらもう雲の巣ってんですよ、うん、でそこのオーナーに連絡できて借りることができた、ほとんどもう内装もできてて、そ
それこそもう儲けもんですよね、はい、でそこに、まあ、あの最初は田舎娘とかって田舎っ子っていうふうにやったんですけど、はい、その後田舎っぺが立ち抜きになっちゃったんですから、それこそ本当にそれを田舎っぺをあ持ってきたと、で近いところに2店舗、うん、まあ、一つは寿司が中心、はい、一つは焼き鳥とか釜飯、うちは炭焼きをして炭焼きをして、はいはい、両方ともまあまあそこそこ入ってました、うん、でそれが時が経ち、はい、何になるんですか。時が経って、はい、結局ね、サダイの方、まあ、サダイってその24の、スラッシュの1の大通り通りになった寿司居酒屋が、はいはい、みんまあ、あの田舎っぺのですね1号店がそういう立ち退きになっちゃったりっていうことがあって、はいはい、ちょっと売っちゃおうかと、売りに行くで、あ売れるうちに、うんうんうん、価値のあるうちに、でそこを売っ飛ばしてもう1号、ごめんなさい、田舎っぺ24の1スラッシュ1の危ない沿いに、はい、1号店だけにしようと、もう絞ってね、絞って、はいはいはい、でお金も入るしね、はい、そういうふうに考えたんです。なるほど。それで実際にじゃあサダイは閉めて、まあ、売って、ええ、はい、売ってそれでまあ1店舗に集約したと。そうです。いうのが何年ですか。これがですね、はい、1店舗に集約したのが多分2016年ぐらいだったと思いますね。はい、そうすると2016年からじゃあ1店舗体制でずっと行ってたわけですね。はい、そうです、はい、でまあそれで1年2017-18と来てで19と来て、はい、まあ、なんかタイのテレビも紹介されたりして、はい、で喜んでたんですけど、はい、2020年の12月に、はい、なったんですね、はい、まあ、大家さんが、うん、コロナでもお客全然もう来なくなって、はい、もうその時点そうですよね、もうコロナ禍で規制が入りましたからね、バンコクもね。で1月10月31日でまたあの更新ということ で今度1年更新にするよと。あ、3年だったのか。ええ、あ、でそれでびっくりしたんですけど、はい、もっとびっくりすることは、はい、2021年のまあ、まあ、3ヶ月分、1月、はい、2月、3月、はい、賃貸料先に現金でくれる、はい、なおかつ先払い、先払いプラス値上げもします。値上げ あるんですね、やっぱそういうことね。もう思いましたよ、やっぱり、まあ、当時だからその大家さんによっては安くしたいとか、まあ、家賃を上げずにね、ええっていう現状維持みたいなオーナーさんもいれば、ええ、そういうオーナーさんもやっぱりいたという、ええええ、まあ、現実的にいたわけですよね、うん、それもう、まあ、これも損切りだなと思って、はい、居抜きもできないし、はい、居抜き販売も、はい、それでもう一回自分も疲れたし、はい、一回もうやめようということになりました。それがじゃあ2020年の12月31日で閉めて、で杉さんは2021年から、はい、ちょっと日本にね一回戻ろうと、はい、戻ろうと、いう決断をしたと、そういうことですね。それがじゃあ、コロナ禍でのお話ですね。そうですね、はい、それでですね、まあ、コロナ禍で、全部店舗を閉めてで撤退する形で一度日本へ戻ったわけですけども、その後、まあ、このホルモン焼肉屋さんをオープンするんですけども、またこう再チャレンジしようと思ったのは何かこう自分の中に変化があったんですか。そうですね、はい、日本に戻ったんですが、はい、まあ、ちょっと家族がいる関係で、はい、年2回ぐらいお忍びで来てたんですね、はい、1週間とか、はい、2021年から23年のぐらいまで、はいはい、でたらたまたまですね、はい、元うちで寿司職人で雇ってた人間が、はい、オンヌットで屋台を、はい、あ、この間一緒にいた屋台ですね。そうです、はい、あそこです、はい、あ、こんなのできるんだ、まあ、これで刺激を受けましたよね。タイの人って、まあ、そういった意味で生きる力ってすごいですよね。そうです、まあ、あとその近くのスクミット81のちょっと奥なんですけど、はい、屋台村みたいなところで餃子の和勢さん、あ、和勢さん、はい、ここのおかみさんにいつも叱られているんですけど、まあ、仲良くさせていただいてます。はい、僕も何回か行ったことあります、はい、杉森さん今度やるときはね、エアコンかけたあれじゃなくてうちみたいな、ね、こういうとこでいいんじゃないかって常々言われてたんですよ。そんなに投資かけたって
回収できない、できる時代じゃないよ、これが頭にある。なるほど。それでじゃあこういうその屋台形式の、そうです、オープンエアの屋台形式をイメージしてたということですね。イメージして、まさかこういう場所があるとも思わずに、はい、それでこのホルモン屋を置く。で、なぜホルモンにしたんですか。それでそういう、じゃあ野外でね、はい、釜飯食ったってなんかちょっと違うし、ちょっとそうですね、はい、でなんか煙もくもくだったら野外だからいいんじゃないかなっていうか、はい、よくあのムーガタ屋さんとか野外でテントでもくもくやってるんじゃないですか。やってますね、はい、でムーガタは、まあ、そういうなんていうかな、タイの人がやってる、はい、いっぱいいろんな店があるんで、ね、うん、まあそれやっても競争にならない。でホルモンって思ってたまたま日本で食べたりして、はい、結構こうコレステロールが低くていいんだよとか、はい、あと美味しいし、はい、でタイに戻ってきて何軒か行ったんですけど、めっちゃ高いんですよホルモン屋さんが。このタイのバンコクのホルモン、要は冷房が効いた、冷房が効いて、まあ、そういうお店ね、はい、ですよね。ちょっとこの間、まあ、行ってごそになりましたけど、やっぱりちょっと食べても1万バーツいっちゃうんですよ、うん、はい、ぐらい、はい、5000から1万とか。あ、いや、ここちょっともしかしたら付け入る隙があるんじゃないかな。また価格破壊。それでいろいろネット調べてたら、チェンマイホルメンさんっていう、ああ、僕も行ったことあります。あ、そうですか、はい、でたまたまそこ知って、社長さん大阪の方なんですけど、はい、で一緒について行ってもらって、はい、この1月にお邪魔して、はい、実はちょっとすごい興味あって、はい、いやで向こうもいろいろノウハウは教えられないんだけど、うん、よく来てくれましたねって言ってくれて、はいはい、同じような店やりますけど、はい、よろしくお願いしますっていう、まあ、人の道だから、はい、え、そういうことをやってきました、うん、でまあこちらのお店をじゃあオープンすることになった。そうですね、うん、ただオープンするにあたってこの、はい、今度は内臓とか、はい、この屋台じゃ危ないじゃないですか、はい、あ、早いんですよ足が。あ、そうなんですね、はい、内臓関係すぐ匂いが出たり、はい、お客さんを腹壊してる、うん、このサプライヤーさんを探すのがもう一苦労でした。あ、でもやっとまあ見つけて、やっとようやく親しくしてる居酒屋さんから教えてもらって内緒だよみたいな、はい、それでじゃあオープンするとできるなと、はい、でここを借りるのも最初はどこの馬の本の人か分かんない、事務所からああだこうだ言われて、っていうかここを普通貸し出さないですよね基本的には。そうですね、そうそうは、まあ、もう通路ですもんね。何度も来てケーキ持ってったりとか、うーん、揺さぶってですね、はい、さすが、ええ、その辺はやっぱ営業のそののね能力が、もうここがやっぱ駅前だし、ちょっと格が的に探しづらいんですけど、まあ賃貸料も安いし、うん、で僕が思ってるイメージがある、はい、ちょうどぴったりだったんで、はい、もうここしかないって、はい、もうここ以外のことは考えなかったんです。プラカノンで探したのはなんでプラカノンですか。プラカノンがちょうど日本人もだんだん増えてきて、増えてきます、ね、ちょうどこの反対側に沖縄料理の店とか、はい、あとはあの屋台街みたいなとこがあるんですね、はい、マンションのこういっぱい並んでるところにあったりとか、あとは、まあ、日本料理屋さんもね、日本料理屋さんも沖縄のっていうか近所さん、そうです、プラカノの沿いの山あたりにいっぱいずらーっとこうあるんで、はい、日本人の人もここぐらいまで足をの今伸ばしてるんじゃない、まあ、もしくはオンヌットまで、はい、でやっぱりここ駅前だし、はい、もうでエカマイはもう死んでますんで、うーん、やっぱここがいいなって。なるほど、はい、でここだと、まあ、基本的にタイのローカルのタイ人の人たちもそうです、ね、イメージしてると、お客さんとしてはイメージされてる。そうです、タイの人も来てもらえるし、はい、まあ、あのファランっていうか外人さんも入ってくる可能性もありますし、はい、あんまりファランさんってあの、外人さん、うん、内臓を食べないんですけどね、ああいう方は。あと中国人がやっぱりホルモンすごいんですよ、はい、で今お客さんのこう割合としてはタイ人と日本人とか外国人とかってどんな感じなんですか。私の意図してるとことは反逆真逆に日本の方ばっかりです、はい、ほとんど今現在は。だからもともと田舎っぺのお客様とか、それのつながりであるとか。私東京なんで東京 の同人会とか、はい、まあ、あとは
私の友達、日本の友達がタイに遊びに来たけども、うん、はい、杉森のお店行ってやるよとか、うん、そういうつながりで、で今、はい、お店をやってる感じだ。でその人たちが来たら、うん、まあまあいいよ、値段もいいし味もいいよ、うん、で、はい、その人がまたこう友達を、まあね、友達で、はい、じゃあ口づてで今、はい、それが広まってるという状況だ、そうじゃないと、うん、やっぱりもう私も崖っぷちなんで、はい、ええ、じゃあそれはもう川島と一緒です、ええ、はい、多分三角打つようにはないと思います、うん、それぐらい気合いが入ってる、はい、ところがなんかオープンした時になんかトラブルがあったんですか。そうなんですよ。まあ、あるあるでって言えばあるあるなんですか。タイあるあるで、はい、って言えばそれまでなんですけど、はい、1ヶ月仕込んで、はい、素人から、あ、スタッフの方ね、スタッフね、はいはい、で全部やらせて、うん、包丁の使い方まで教えて、はい、で5月、まあ、先月の5月15日ちょうど、はい、まあ、15っていう区切りのいい、はい、うん、あとは対案だったんですよ日本が、うん、よしじゃあこの決めた、朝来ました、はい、誰も来ませんでした、スタッフは、はい、一人も、ええ、そういうことあるんですか。話には聞いてたんですけど、っていうか今までいろいろほらお店オープンされてきたじゃないですか、そういうことはなかったんです今までは。初めてそれは経験して、もうあれですね、全身鳥肌が立ちました。でその日どうしたんですか、オープンしたんですか。しない、できない。できないですよね、はい、ここで焼けだけ飲んでました。じゃあそうすると、はい、スタッフが来なかったと。でまた一からですよね。一からそれどれぐらいまたかかったんですか。それがなんと、はい、なんと再開したのは、5月15日来ませんでした、はい、回転できません、はい、5月20日には回転しました。それどういうテクニックを使ったんですか。もうテクニックも何もうちの、まあ、身内の親戚を駆動教として、はい、呼び寄せたって。それはまあ夫婦もんなんですけど、はい、とりあえず2人、うん、それで20日からやろうとしたら1人若いのが、はい、仕事ありませんかって来て、はい、結構なんかできるんですよ。で5月の実質20日からようやく、まあ、今日ぐらいもうちょっとで1ヶ月経ってるんですけど、ね、もう1ヶ月でみるみる上達して、はい、あともう2ヶ月ぐらいやれば何も言わなくても僕がいなくてもできるぐらいまでになってきてます。それででも教育するといっても料理関係で調理を教育できるの杉さんはできないですよね。できないですよ。即席ラーメンは作れますけど。ですよね。誰かたまたま田舎っぺん時に、はい、まあ、メインシェフで一緒に働いた方を僕呼んでたんですよ。たまたまちょっと来てくれって日本から。あ、応援で。応援で。だからもう5月の20日に、まあ、プレイオープンして、はい、でまあ、お客さんもそんな多くなかったんで、はい、毎日教えながらお客に出してる。教えながらお客に実践そうですしながら、うん、ですからまあ今で言うとあれですけど、あのとんかつがまだ火が通ってないので出しちゃったりとか、うんうんうん、そういうことありましたね。あ、じゃあそれからじゃあ日にちを重ねるごとに皆さん上達をされて。そうですね。もうだから今月の20日でちょうど1ヶ月になる。あ、1ヶ月になりました。はい、はいはい、じゃあ今は皆さん今何スタッフ何名の方ですか全員。今、まあ、うちの応援の日本人のシェフを除いて3名ですね、はい、3名で回してるんですか。そうです。おお、それはだからすごいですよね。まあだからそれだけでやっぱりね、うん、給料だけで、はい、まあ、5万バーツ以上飛んできますからね月。あ、はい、ですよね、このテント式ですから初期投資はねそれほどかかないでしょうけど。そうなんです。それもあったんですね、うん、そういうテント式でいいとこ取りばっかりをしようと、はい、でまあ、経験ありますから、はい、厨房もね、うん、そういうステンレスの高い厨房機を置くんじゃなくて、はい、ある程度もう屋台で使ってるような、うん、まあ、安全性をねちゃんと確かめて、はい、なるほど。でそういうことでこれを作ったつもりです、はい、今こういう形でホルモン屋さんがオープンしたわけですけども、まあ、今後もね当然タイで住まれていくと思うんですけども、なんかこう展望みたいなのがあるんですか。そうですね、はい、まあ、僕の場合はもういい年なん でただ思ったのは人生1回で ね、はい、ね今隠居するというよりも、うん、はい、やっぱりもっと前向きに考えて何かをやろうじゃないですか、うん、
まあ、リハビリみたいなもんですけど父の、うん、はい、それで、まあ、まだまだ、子供たちもいますので、はい、何かその子供たちに頼らないで、はい、自分は自分の、ね、生活費を少しでも稼ごうと、はい、なおかつリハビリになるんで、うんうん、やっぱり、この店をオープンしてから顔つきが変わったねって言われたんですよ、はい、あ、はい、まあ、そういうの確かにありますよ ね、 そうですね、やっぱりやりがいのあるものが、ね、そうですね、やっぱり目の前にあると、そのやりがいがある、あとこういう店舗、はい、ということでまた価格破壊 を、 うん、をしようというですね、またそういうのがもうこうメラメラ、はい、わらわら湧いてきて、はい、で結局ビールも安いですし、はい、でそういった焼肉ホルモンも、はい、他の店の3分の1ぐらいなんですよ。さっきもちょっとメニュー見ますけど、ラーメンなんかも安いです ね、 ね、ラーメンも醤油ラーメン60から、あ、はい、で今日はこの後タイのねライブ YouTuber のゴーさんが来たり、あ、まあ、僕の友達も来たりしてですね、久しく会ってないんですけど、ね、あ、そうですか、はい、まあ、それで、まあ、ラーメンもあとでちょっと食べさせていただきたいと思いますけども、はいはい、楽しみにしております。ありがとうございます、はいはい、それでですね、今タイはですねやはり、飲食店、日本食屋さんもはじめ日本から飲食でね進出してみたいっていう方もたくさん希望を持っていらっしゃる方がたくさんいると思うんですけども、そうですね、ちょっとそういう方にですね向けてちょっとメッセージをあれば、はい、お願いします。まあ、一つにはもうタイが飽和状態と言われてますけども、はい、これどこの業界でもね、はい、競合相手はいるわけだし、はい、やっぱり、価格と、はい、あと、まあメニュー構成、はい、あとはうまいかどうか、はい、こういったものがしっかりしてればお客さんはつくんです、うん、そういったものを、まあ、飲食をで日本の3分の1から4分の1で、はい、ここで開業できますので、はい、ただ何かそういう今後、はい、コロナとか何、うん、かあっても助成金はタイの国から出ないんですよ、はい、そういった部分を覚悟してもらって、うん、タイでやってみたいと、はい、いうことであればやめた方がいいよっていう方もいらっしゃるんですけど、はい、私はもうどんどん来てね挑戦してくださいと、はい、うん、でダメでもね、はい、最低の資金投資で済むはずなんですよ、はい、やり方次第でね、やり方次第、はい、当然だから私なんかもそういうアドバイサーで、うん、まあそういうやりたいっていう人に対して、はい、協力はね、うん、できると思いますし、うん、まあ、やっぱり経験のある人間と、はい、まあ、アドバイスもらったり組んだりとか、はい、いうのも一つの手だと思います。あとはまあ今こうタイに移住、ね、されたいっていう方も非常に多いわけですけども、そういう方に向けてはどうですか、このタイっていうのは。私自身がもう長くなって、はい、日本にも帰ってはいますけども、はい、まあ、まだまだ元気なうちはね、はい、タイで、はい、タイはね結構あったかいし年間、うん、あとそれで血液の循環も良くなるし、はい、で料理も日本料理も安いし、はい、タイ料理も、まあ、結構ハーブ系で、うん、まあ、抗がん作用があるとか、うん、いうこともあるんで、まあ、こちらで日本でアパート借りるのも安いと、はい、いうのもあるんで、うん、ぜひ皆さんね、はい、タイの方、これはバンコクでも、はい、パタヤでも、はい、チェンマイでもいいと思うんですよ、はい、で、まあ、あとはやっぱりちょっとお年を、まあ、定年後とか、はい、退職後とか、うん、いう方の場合はやっぱり病気のなったらどうしようとかありますので、はい、まあ、クレジットカードに付帯してる、はい、そういう保険だとか、はい、あと国民健康保険も、はい、タイで自分でまず払って、はい、で領収書は2年有効ですから、はい、日本の自治体に持ってって、うん、それまあ3割負担で、はい、そういうのも今法律が変わってできますん で、はい、でもう本当に10秒、ね、もうどうしようもないって言ったらやっぱり日本に帰ればいいわけですから、うん、行ったり来たりしてね、うん、うまく円安だからって言ったって、はい、ね、それはそうしたらどこも行けなくなっちゃうじゃないですか、うん、まあ、それはそうですね、はい、それは確かに円安で大変なんだけど、うん、まあ、これまた円高になる可能性もありますし、はい、まあまあ、最低でもまあ1万円が2300バーツぐらいはあると思うんでね、はい、そこが最低ラインだと思って楽しんで、はい、だから行かないよっていうのもあるんですけど、でも来てねって言いたいんです、はい、非常に楽しいとこですし、はい、なんかまた第二の人生とか
仕事でもここでクリエイトできる可能性が十分ありますので、はい、私はねそういう肯定派ですから、はい、皆さんぜひ一度、はい、川島さんに訪ねてください。ぜひとも。はい、で今日はですね、杉森さんにタイのですね生活や、まあ、ビジネスについて、貴重な、ね、お話を、していただきました。本当にありがとうございます。いえいえ、どうも、はい、今後の、ね、活躍も、お祈りしておりますので。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします、はいはい、今日は本当にどうもありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。